はいどうも、遊びクラブでーす。今回はなんと7月31日新たなる皇帝ワンピースカード新段買ってきましたので、私編集長のリョウがゴールディロジャーを狙って開封していこうと思います。よろしくお願いします。よっしゃー、遊びクラブ。それでは6パックずつ開けていこうと思います。もちろんね、狙うところは、お、もちろんあのコミパラがね4種類ぐらい出るんで、そこ狙っていきたいですね。俺の友達を傷つけるやつは許さない。かっこいいですね、シャンクスさん。今回ね、シャンクスも出るんで、まあ、4校ってことだけあってね。そんなに怖いか、信じたいが。怖いです、非常に怖いです。もうちょっと嫌です。信者に行ってます。ニコロビンの信者のやつだから、クロコダイル違う。違うな。リーダー、ニコロビンですね。リーダー、ニコロビン入ってるんだね、今回のね。珍しいね、ミスターワンと。はいはいはい。ローナーゾウ出ました。光、レアです。かっこいいですね。これね、結構価値好きそうですね、レアで。ゾウって結構人気あるんでね。はい、出ました。ゴムゴムのギガント、ミカですね。キラキラしてね。かっこいい。モモヒゲ、誰かな。お、来ました。モンキーディルフィーのリーダー。こちらもだいぶ高値がつけます。今回ね、リーダーだったらニカが欲しいかな。イソップ。俺の名は、キャプテンイソップは。ぷぷぷ。でもあれだよね、今回はさ、コミックパラレルが多いからこそさ、いっぱい当たる気もするけどね。月光モリア、まだいるんだ。あ、サウロね、一列ありますね。ごくごい。ほい、俺たちが相手してやる。どうも死んだ。ちょっと、お父さんと並びました、そっぺそっぺ。ニコールビア、お母さんだ。美しいね。あ、おお、すごい。なんだろう、これ。すごいの見えちゃった。いきます。せーの、ドン！ゴールディロジャーのシークレット出ました。かっけー。いや、早速ゴールディロジャー引いちゃったよ。シャンピースカード安いんですけど、まあ、ゴールディロジャーまでになるとね、まあ2000円ぐらいするんじゃないかなって。ニコロビンちょっと怖くない、これ。え、こんなんなっちゃうの、ニコロビンって。いや、それ知らないけどな。おっと、奥にもなんかすごい輝きのものが見えるぞ。すごい輝きのものが見えたな、今。せーの、はい、シャンクスの SR、 かっこいい。カムサリかもしれないですね、これは。え、かっこいいですね、SR。なんと SR1 枚目、シャンクスでした。かっこいい、かっこいい、かっこいい。で、ロックスターのリーダーじゃないね。かわいい絵がね、ロックスター。シャンクスかっこいいな、マルコも絵がなんかね、ジブリ感が出てて。なかなか絵がなんか違くて面白いな。今回のは、まあ、信じないだけあって。ね。絵が変わってますよ。あそこちょっとラムスターです。はいはい、こうして、おでん。トリンチョッパーからのストロンガーで、コアラ。コアラもね、かわいいけどね、やっぱり人気があるかないかで言うとないんだよね。はいはい。俺の友達を傷つけたら許さないで、リーダー、シャンクス出ました。シャンクスのリーダー、光っておっしゃった。まあまあまあ、まだ可能性あるかな。シルバーズ・レイリー、若彼氏頃だ。ゴールド・ロジャーのね、副船長として活躍しましたよ、だいぶ。ウソップ。いいですね。ウソップの光とかね、ちょっと当ててみたいけどね。なかなか出ないんだよね。ほい。ドリトンチョッパー、かわいいよ。わかったかな。せーの、はい。ベンベック・マック。これ、シャンクスの仲間だよね。確かね。これは ?SR だ。全然違うね、シャンクスと言ってね、光具合が。はい。アディオ。アーデューかな。アディオってこれどこで出てきたんだろうね。初めて見ましたよ、僕。あ、ヘポさんね。これ今、黒ひげと戦ってね、もう、覚醒しちゃったじゃんね。やっぱ、船長がやられるわけにはいかないっていう意地とプライドですよね。その辺、やっぱ、人間動物とはでさ、かっこいいなと思いましたね、僕は。お、サウザンサニゴ。ブランキーがね、頑張って作った。サウザンサニゴです。かっこいいよ。ミスターモン。キラー。キラーもかっこいい、やられちゃうけど。でもかっこいい。バギー。ルフィね。続いて、イサラーと一緒にやりたいかな。トラファルガー、ロー、ルーン、シャンブルズ。ゴーズ5年。で、バギーのリーダー。うんうんうん。かっこいいですね。4校揃うか。僕のゲームの絵なんですけど、これ。ゴムゴムの、手抜きかな？ロブルッチ。手抜き感半端ない。見て見て見て。マーシャル・ディ・ティーチ。これ一瞬ウソップに見えた。ティーチ可愛くなりすぎじゃない？何これ。可愛いんだけど。個人クラスジェーフォイフォイフォイジーザースバージェス。これ強いからね。第4弾ですよね。残念だもしれない。シリュー、悪いやつだこれ。でも、ケアね。日本のケアもこいついるから、シリューみたいな。日本のケア基本シリューだから。ロックスターで、最後、毒球。ニューボックス目いきたいと思います。あ、黒ひげの船の、白ひげの船乗ってる番組ね。黒ひげちゃん相手になったでしょ。おサイボーグ・フランキー、和の国ですね。SR 早速1体目出ました。かっこいい。いいね。最終的よ。あ、ミスターワンね、多いね。ターニーゴー。コアラ。コアラさんの、これは SR だ。SR2 枚目ですか、まずい。で、バギーのリーダーです。これだね。ラッキールー。ああ、シャンクスのね、海賊だね、これね。はいはい、ちょっと。お、来ました、モンキー・ディルフィーのリーダー。リーダーだ。俺の新時代だー、俺の時代だー、ずはははは。ですよね。確か。
そんな気がします。お、これ誰？嘘っての姉妹、弟と妹的な。はい、あー、で、シャンクスの仲間。いいですね。これ SR なのね。SR になっちゃうね。はい。ニコロビンの、おっぱい出しちゃうんです。はい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 。ほう。あー、ミホークね。ミホークは強いからよ。4個降りちゃったからね。降りちゃったら負けたのか？俺はあんましないんだけど、これ SR だな。SR 出ちゃったの。全部出ちゃったかもしれないな。あー、ローナー城かっこいい。ウソップ。俺の仲間気づかせない。うん。かっこいい。トラファルガー・ロー。おお、後ろにいますよ。マゼランでしたっけ。違うな。レイリーで。おっ。いいぞ。リーチ。お、新しいの出ました。うせろ。左腕をなくした時ですね。この左腕を未来に上げてきた。だった気がしますね。うん、別に上げなくてもよかったと思うけどね。やっぱあの海王竜多分ね、相当強かったんでしょうね。シャンクスの右腕を取っちゃうぐらいですかね。はい、そしてサボの、あ、知った。3時からのスタートです。お、なんだこれ。諦めない奴の頭上にしか降りてこない奇跡、舐めんじゃないわよー。これはあれね、マゼランのドブクラッタルフィの応援をしてる時もあれかな、確か。あれ皆さんね、美しくなりましたね、だいぶ。最初コピー書いた時は全然もうただのおばさんだったのにね、急に変わりましたからね、リトロビン。毒球。もう SR 結構出ちゃったからな、コンビニの時に。出ないかもしれない。ミスタースリー。だからね。いいね。やるだからね。え、いや、そっか。あ、いいシーンですね。でれしししし。うめえ、うめえ、ですね、ししししししし。いいシーンですね。2ボックス目ラストになります。ここで当てたい。ももひげからのスタート。ニコロビン。ヒート。はい。ドンキホドグラミコ。今日はたたりです。1。はい。おなんか見えた。ミホークっぽかったね。いきましょう。せーの。ボン。おジュラルキンミホークの SR パラレル。来ました。かっけー。どうですか、ミホークさんの SR パラレル。これいいんじゃないの。よかったよかったよかった。何も出ないかと思ってね、心配してたけど。今回のボックスのあたりはミホークさんでした。もう1枚あったりしましたよね。はい、シャンクスのリーダー。お、ドンガード。そんなに怖いか、死んじゃい。怖いです。はい、どうも。はい、2ボックスが終了したということでですね。ちょっとこのままじゃ終われないのかなっていうところもあります。なのでですね。もう1ボックス開けます。もう一ボックス開けさせてもらいます。これ。3ボックス目スタート。さすがに見えてますね。お、サボのリアです。はい。いいですよ。はい、よし、コアラの SR。2枚目、かぶりましたね。いや、かぶるの来てなんでね。かぶりはね、あんまり面白くて。お、リムの、リムさんのリーダー。リーパラゴンリムさんは悪いかな。あー、リムって確かの、ゲームにも出てきたね、これね。ワンピースのなんだっけ。オープンワールドのさ、いつになるのかって。オープンワールドのゲームね。やったことある人はわかると思うんだけど、あれね、オープンワールドで結構なんだっけ、モンスターハン、ちょっと待って、ちょっと待って、やばくね？行くよ？来ました、ついに。行きます。 3、2、1、 てれれ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 れ、おー、出たー、やったすいません。シンドリーちゃん出ちゃいました。やった！えぐない！ニカ！ニカのリーダーパラレル！きたー！え？幸先いいぞこれ！マジで？いやいやいや、まずリーダーはさ、何個か引いたことあるんですよ。でも言っても、今までサブキャラしか引いたことなかった。俺はね、初めてなんか、メイクからもうエサレ出しませんよみたいなシステムじゃないんだけどね。そんなシステムだったら俺は無事言うてみない。あ、ギリギリ返し。にしたわ。はい。見たの、レアのシークレット出ました。かわいい。いいですね。これも高騰しますね、パラレル付きのやつは高いんですよね。だレアパラレルっていうんですかね。レアパラレルはね、高騰しますよ。なので、まあ、コレクターの方も、転売屋さんの方も、まあ、最初の方に売っちゃうのか、それとも後の方に売っちゃうのかは、まあ、人それぞれですけども、レアのパラレルに関しては、なかなか出にくいので、取っておいた方が、まあ、高騰した時に、まあ、
嬉しいと思うんで、取っといた方がいいと思います。このレアの、R の上に星がついてるやつ。いけ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 、はい、クザンでした。いいですよ。まず順調。お、すごい光。これ何でしょうかね。行きましょう。せーの、ボン。はぁ、お前か。ベンベックマン。もう SR 出ちゃったからないかな。わかんない、まだ。あるかもしれない。ラッキールーム。お、奥にもなんかいますね。これ SR かな。ドン。あ、アディオ。アディオだ。はい。はい。で、最後、トラファルガーローでした。ありがとうございました。はい。ということで、3ボックス開けた結果です。こんな感じになりました。いやー、よかった。3ボックスで合計1万5000円ぐらいで、モンキー・ディ・ルフィの、こちら、が1番の大当たりでございます。モンキー・ディ・ルフィのリーダーパラレル、7500円。ウタが2000円の、ゴールディ・ロジャーが、1200円。で、ジュラルキ・ミホークが1000円。まあ、1万1000円、2000円ぐらいで、まあ、上の方で、まあ、1万3000、4000円。まあ、元はちょっと、まあ、1000円マイナスぐらいなんですけれども、まあ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 、良かったんじゃないでしょうか。いや、めちゃめちゃ嬉しいね。まあ、なんて言ったって、モンキー・ディ・ルフィの2価がめちゃめちゃ嬉しい。お目当てではなかったんですけれども、まあ、欲を言えばね、ゴールディ・ロジャーのね、コミックパラレル当てたかったです。あれ、買い取り今55万円になってますね。もう出た人はすぐ売りましょう。すぐ売って、すーぐに違うボックスを買って、またゴールディ・ロジャー当てに行きましょう。ということで、今回はこんな感じだったんですけれども、次回はね、絶対に、あと1ボックス残ってるんで、絶対にコミックパラレル当てるぞ!それでは、この動画が良かったなと思った方、いいね、いいね、グッドボタン、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また会いましょう。じゃあな。